ではまず、皆さん、まあ、紹介するまでもないと思いますけれども、安彦義和先生です。よろしくお願いします。安彦先生は9月の開幕展覧会開幕の時以来、約1ヶ月半ぶりの、ご来館となります。前回はガンダムについてのトーク、でしたけれども、今日は、歴史漫画のお話ということで、楽しみにしております。どうぞよろしくお願いします。はい、そして、本日の聞き手を務めていただきます、若槻真嗣さんです。若槻さんは、日本の古代史の研究をされる一方、戦後史会議末裔という団体の世話人代表として、日本の近代化について考える活動や戦争遺跡の保存活動も、されています。そして実はこの島根県芸術文化センターグラントは元副センター長であり、島根県立石見美術館副センター長、そして石見芸術劇場の館長を、されていたこともあるということでですね、久しぶりに、帰ってこられました。で、安彦先生から歴史についてのですね、お話を引き出すのにちょっと私では役不足と思いまして、元上司なんですけれども、助っ人をお願いした次第です。若槻さん、今日はよろしくお願いいたします。そして皆様のお手元にですね、年表、すごい長大な年表をお配りしてますが、こちらの今日の、補足資料といいますか、お帰りになってからご覧いただければと思うんですけれども、若槻さんがですね、安彦先生の近現代史の漫画を、読み解く参考にということで、作ってくださった年表がございますので、お土産としてお持ち帰りいただければと思います。はい、それではここからは、進行を若槻さんにバトンタッチして、安彦先生に歴史漫画についてお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。若槻です。よろしくお願いします。先生の漫画をですね、いろいろ読んでいて、ちょっと自分の頭の整理してみようかなと思って、やっぱ年表があった方がいいなと思ってそれ作ったものなんですね。多分全国ここにしかない年表ですのでね、先生の作品と実際のあった日本のその歴史とですね、世界の歴史と全部対比して見れるように作った便利なものですので、また見ていただければなと思います。それとその下に島根県とその先生の作品とのですね、ちょっと関わりっていうか、結構面白いネタがあったので、おまけでですねちょっと書いておきました。それもですね、おそらくほとんどの方ご存じないんじゃないかなと思うような ネタなので、また、時間のある時にですねお読みいただけたらと思います。川西さんからですね、今回のこの話をいただいて、で結構先生そういった漫画をお書きだけではなくてですね、いろんなところでこういう対談をですねなさっておられて、いっぱい本も出しておられてですね、対談もしておられるんですね。それで結構それを読みましてですね、僕もこの際だからちょっと読んでみようと思って、先生の作品をです、作品、その漫画とかなんかとともにですね、いろんな対談をなさっておられるのを読んで、かなりやっぱり歴史に対してですねすごく深くお考えだなと。やっぱり表面的にその時に何があったっていうんじゃなくて、非常に深くお考えだなっていうふうに思ったんですね。で先生 の、 そのやっぱ漫画の読み方、漫画の読み方ですね、その歴史の理解の仕方っていうのが、独特な理解もしておられるし、やっぱ深く理解しておられるし、ちょっと屈折しておられるって言いますかですね、学生運動、皆さんご存知だと思いますけれども、学生運動のこともあったりしてですね、ちょっと屈折しておられる。今日ご来場の皆さんもちょっとずつ屈折しておられる方がおそらくここに来ておられるんだろうなというふうに思いますけれども、そういう非常に屈折もし、また深い先生のですね、歴史の認識っていいますか、考え方と先生の漫画がどういうふうにしてお書きになっているのかっていうことを、ちょっと今日はお
話しいただけたらなというふうに思っています。でまず最初にですね、今日も展示見られた方がおられると思いますけど、重点整理帳とかですね、あの参考自分で書いておられるじゃないですか、ノートに。ああいうもの普通書きませんよね。重点整理帳を書いて自分で、頭を整理しておられたっていうか、もうあれ自体がすぐ参考書になるっていうかようなもんだと思いますけど、あれとかその最初に書かれた漫画、ダボス川の流れ、タホ川の流れ、タホ川の流れ、あれなんか見てもですね、やっぱすごく早熟っていうか、漫画の技量、あの柔らかい線っていうか、そういった漫画の技量もさることながら、やっぱかなり歴史に対して昔からやっぱ関心を持ちだったんだなっていう気がしたんですけれども、先生そのあたりのですね、先生のその歴史、弘前大学のまず西洋史学科に入学されてますけれども、小さい時からやっぱり歴史に対して興味をお持ちだったんでしょうか。昔の子供は、歴史読み物とか割と読んでいたんですよ。そのぐらいしか読み物がないというか、だから平均的に昔の子供は歴史好きだったんじゃないですかね。山中鹿之助なんて、島根県にゆかりの、今の子もあんまり知らないと思うんですけども、僕らの頃は山中鹿之助が月に祈るなんて絵で入ってくるんですね。なんで月に祈ってんのとか、そこわからないんだけども、そういうものが、読み物として割と身近にあったんで、その程度の関心だったと思いますけどね。あと僕は北海道のさらに田舎の方なんで、ある種のコンプレックスがあるんですよ。それは子供の頃は意識しないんだけれども、やはり年とともに意識に上ってきて、だから島根県にも非常にコンプレックスがあって、神代の昔からいろいろな言い伝えがある、そういう土地柄ってすごいなというんで、漫画家専業になってから割と何度も島根県は来てるんですけど、ただ岩見こちらには来なくて大変申し訳ないこと、島根県がこんなに奥深い県とは思わなかったという、そういうこととか、あるいはやはり同じし取材で奈良盆地にも行きましたけど、やっぱり山並みが奈良三山、大和三山とか、あと葛城金剛とか二神山とかあるので、ああいう、もちろん三輪山も含めて山それぞれに何か いろいろな言われがある、そういう景色ってすごいなっていう、それはありましたね。コンプレックスです、主に。北海道にもアイヌの、ええ、そのね、ええ、その山の名前とか、ええ、そういう言われはあることあるけど、やっぱり、ええ、その歴史的なものがちょっとずつ違うっていう、アイヌの伝承はアイヌの方に失礼かもしれないけど、やはり歴史以前のものですから、歴史化されたものっていうのはほとんどないわけです。中学校の修学旅行は函館まで行ったんですよ。そうすると五稜郭があって、そこに大砲が置いてあるんです。それに触った時に、土方歳三なんかをこれ触ったのかなっていうね、感動した覚えがありますけども、だからそのくらいしか北海道にはいわゆる歴史に触れる感じっていうのはないんですよね。先生はその、さっきも言ったんですけど、その学生運動をですね、しておられて、弘前大学を退学ですか、結局。正確には除籍らしいです。除籍ですか。除籍の退学は違う。退学と除籍は違う。自主退学とかもありますから、除籍というのはあらかじめ存在しないというふうに消される。だから僕の名前はどこ調べても出ないそうですよ。そういうのが除籍だそうです。それはその歴史の興味と、そういうかつてのそういった運動をやっておられたっていうことはどっかで関わることですか。
いや、西洋史専攻とかよく言われると非常に恥ずかしいんだけども、昔教養部というのがあって、2年生になって専門に入って、でもう専門に入ってからほとんど、不真面目な学生で、途中で安田講堂の事件っていうのがあって、それで、一緒に、仲間だったのが、4人で展示出されてますけども、ガリバンじゃない、当時ガリバンじゃないっていうのは結構大変だったんです。それを4人で民放出版してたんですけども、その中の3人が安田講堂に入っちゃって、僕一人残っちゃって、これはもう授業なんかどの面下げて出るんだって決定的に出なくなったのそれでしたね。3年の冬です。だからほとんど専門の勉強ってしてないんですよ。だから専攻したなんてちょっととても言えない。それはそこは結びつけてほしくないという感じがする。わかりました。はい、結びつけ、僕は結びつくのかなと思ってましたけど、あまり結びつかないと。それじゃあこれからですね、具体的に先生の作品にですね、ちょっと貼っていきたいと思います。先生は近代史4部作としてですね、虹色のトロツキ、それから報道の犬、天の血脈、犬にとたつみ、この4作品をお書きになっています。時代をざっと言えばですね、明治時代の自由民権運動から、満州事変、日中戦争、モンハン事件というのがあるんですけど、まあ、大体そこらあたり の歴史をですね、対象として漫画をお書きになっています。でまず虹色の塔付きからですね、ちょっと行ってみたいと思います。はい、ではお読みになってない方もいらっしゃるかもしれないので、私の方から簡単に作品紹介させていただきます。虹色のトロツキーは1990年から96年まで連載された近現代史をテーマとする、作品としては最初に発表されたものです。日中戦争開始2年目の1938年、昭和13年からノモンハンで日本とソ連の戦闘が勃発した1939年にかけての満州が舞台の作品です。主人公の青年ウンボルトは満州建国大学の学生で、父は日本陸軍の軍人、母はモンゴル人という生まれという設定です。で少年時代に何者かに襲撃されて、両親の記憶を失っています。やがてウンボルトは陸軍の石原幹事の企て、満州にトロツキーを招聘してソ連に対抗しようというトロツキー計画に巻き込まれていきます。でその一方、ウンボルトは抗日運動に身を投じる少女レイカと出会い恋に落ちます。展覧会ではこのレイカとのシーンを中心に漫画原稿を紹介しています。物語終盤、レイカはウンボルトの子供を身ごもったことを告げますが、二人は戦場で生き別れになるというのが、あらすじです。はい、では若月さんお願いします。はい、この近代四部作の中でですね、最初に書かれたものがこの虹色のトロツキーなんですけども、さっき紹介してもらったみたいに、これは中国の満州を対象とした、漫画です。満州というのは今の吉林省とか遼寧省とかですね、中国の東北部にある、3つの省なんですけども、先生なぜこの満州をですね対象とした、漫画をお書きになったのか、その理由をちょっとお聞きしたいんですけれども、いかがでしょうか。はい、若月先生と、歴史トークをやるというのはだいぶ前に聞かされていて、若月先生はどういう方なのかっていうんで、本があるので読んでおくようにと。でこれ見てわかる通り、これ普通の人が読む本じゃないですよ。まあ素人は読まないという、まあ、堅苦しい本で、読みました。でも一生懸命まるっきりわからない、難しい。でも俺こんな人と話すの嫌だと思ったんですけど、そしたら聞いたら、主に近現代史の方で、話題を選んでくださって、
これはあの古代史の本なんですけれども、ちょっと安心したというか、ちょっと拍子抜けたというかあるんですが、とにかくあのこれは今いっぱい買えますか？買えると思いますよ。 あまり売れてないと挑戦したい方は和国軍事校というタイトルですが、軍事オタクが書いたのかなとか思って、とんでもない非常にアカデミックな本です。それで今のご質問なんですけれども、あの古代史の方の、三部作というのは、あのそちらの南無寺に始まるシリーズがあって、それとあの近代史の、まあ、四部作になったんですけども、それがあって、これはあの全く同じ時期にスタートしてるんです。あのアニメーターだったんですけども、昭和の終わりにたまたまそれは不調があったんですけど、昭和の終わりにアニメーターも辞めて、で漫画家になろうと、で書き始めたのが、書き下ろしの南無寺という古代史シリーズと、牛尾出版というところから出た、トムとコミックトムという雑誌がある。今どうもないのかな。とてもいい雑誌だったんで、牛尾出版というのはあのここで言うとあれだけども、あのご存知の方のいらっしゃる創刊会があの中心になって出している、非常に色がついていそうな雑誌なんだけども、非常にいい雑誌で、あのいわゆるその学会のカラーというのはほとんどない。で僕 あの憧れだった手塚治虫先生とか横浜ミステル先生とか、あのそうそうたる方がお書きになっていて、こんなところで書けたらいいなと思ったのが、たまたま編集者が声かけてくれて、それで虹色のトロスキーというこ の, あの企画というか、アイデアを出して、じゃあこれいいですかって言ったら、このタイトルは困ると言われて、あの創刊会ですからトロスキーっていうのはなんとかならないかと。で最初は将軍とトロスキーというタイトルで出したのね。でトロスキーはちょっと引っ込めたくないと、トロスキーの伝記とかじゃないですからっていうんで、承諾していただいて、その将軍というのは石原莞爾のことなんですけれども、あの緩めにしてちょっと色をつけて虹色と。でこれであの担当の編集もいい編集さんで、一緒に満州に取材に行って、であのなぜ満州かというご質問だったんですけれども、あの満州ものっていうのは夕日と拳銃とかいろいろあるんですけれども、そんなに触れていたわけではないんだけども、なんか物足りないなと。であの僕はあのアニメ時代もそうですけれども、あのちょっと、ね、寝つきが悪かったりすると、毎日新聞にごまするわけじゃないんだけども、100万年の昭和史とかそういうあるじゃないですか。ああいうのが寝酒のともに非常にいいんですよ。なんとなくそういうものを眺めながら寝酒を飲んで、ああ寝れるとか言って寝て、その中に、満州関係の写真、満州事変とかいろいろあるんですけども、それをぼんやり眺めてて、満州っていうのがあの、まあ、間違った侵略戦争というふうに語られたり、あるいは夕日と拳銃のように馬賊軍のかっこいいヒーロー物語として語られていたりいろいろするんですけども、それよりも何よりもここには生活があったなという妙に実在感があったんですよ。でここにいたこのおばあちゃんと子供さんはその後どうなったんだろう、ここの開拓民はどうしたんだろうと、ハルビンとかここにいたロシア人はどうなったんだろうとか、いろいろその辺が気になりだして、簡単に割り切っちゃいけないんじゃないかなっていう感じがしたんですね。それで、漫画家専業になった時に古代史を古代史で書こうと、でそれと結びつけた形で現代史のテーマも追っかけてみようと思って、じゃあどういうふうに書こうかで、ちょっとダラダラした話になって申し訳ないんですが、漫画には一つの制約があって、海外はそうじゃないらしいんですけれども、日本の漫画っていうのは基本的に少年が主人公じゃないといけない。少年誌の場合ですね、若者が主人公じゃない。あんまり40代50代のおっさんが主人公の漫画っていうのはない。成人漫画あるかもしれないけど、
広金さんっていう人、この間話題になったんだけど、広金さんっていう人は島耕作をずっと追っかけて、今社外取締役らしいですけれども、そういう書き方もあるんだけれども、基本的に若者中心だから、主人公は若者にしなきゃいけないって、若者ったら誰だ、あ、若者って言ったら学生がいいなとか思って、じゃあ満州の学生にしようと。満州にどんな大学があったかしらって調べたら、満州建国大学っていうのがあって、それでここの学生にしちゃえという非常に無謀なで、調べたら満州建国大学の同窓会というのがあって、そこに、いきなり、電話をしてお邪魔して、それがつながりです。で、同窓会の人に非常に助けられて、書き始めました。はい、ありがとうございます。今その満州がその非常に雑多で、そのいろんな人がそこで暮らしている、満州に行くと、行かれた方もらえるかもわからないけど、だだっ広い原野が広がっててですね、そこにまあ夕日が沈んだりすると、もう本当にああこれが満州かっていう感じがするんですけど、そういったところに実はいろんなそのロシアの影響とか中国の影響とか、あるいはもちろんもともとの満族の影響とか、あるいは朝鮮の関係の影響とか、いろんなものがごったにになったような場所なんですよね。で、そこがやっぱり先生のやっぱ興味を、まず興味を惹かれたっていう感じなんですかね。その満州という土地の持つ魅力というか。そうですね。僕はさっき言ったように北海道なもんですから、ちょっとやっぱり感覚的に北海道ベースになっているところあるのかなという。だから内地は、まあ、憧れでもあると同時にやっぱり半分異国なんですよ。で、写真とかの資料に限った話ですけれども、満州の風景っていうのはどこか北海道です。で、余談ですけど、僕が息子2人が、息子が2人いて、長男がもう50過ぎなんですけども、学生時代に貧乏旅行してシベリア鉄道に乗って、イルクーツクまで行って帰ってきたんですけども、どうだったって聞いたら、どこまで行っても北海道だったあ、そうか、北海道ってのは割とインターナショナルなんだなと。だから日本の位置がむしろ独特なんですね。そうです。だから満州にその風景的に惹かれるものも確かにありました。それとその建国大学の学生をその主人公されたっていうことなんですけど、これ もうかなり強引に言いますとですね、北海道にも札幌農学校というのを作るんですね。それは今北海道大学、その前は北海道帝国大学ですけどね、朝鮮半島にはソウルに慶城帝国大学っていう大学を作る、から台湾には台北台北帝国大学っていう大学を作りますよね。で、日本がそうやって各地のその、植民地化をすると同時に大学っていうのを作っていくわけですけれども、建国大学もやっぱ同じような感じだったんでしょうかね。満州建国大学って、満州の建国の理念が五族共和っていうんですけれども、その五族共和っていう建国の理念にのっとって作ろうと言い出したのが石原莞爾という人 で、それに部下になる辻正も最近非常に有名になってるんですけど、が共鳴して、それで、新京という今長州です、そこに広大なキャンパスを、確保して、そこで作った大学で、そこの同窓会、さっき言ったんですけど、同窓会長さんのところに僕はいきなり押しかけたんですけども、なぜ建国大学行ったんですかと言ったら、タダだったからと管理はタダというかも安いんですけれども、建国大学は国策大学で満州の建国育成に貢献するという点 で非常に条件が良かったらしいですね。だからタダで行けるっていうのは当時そういう県大と、あとは士官学校が、士官学校はこれもタダで、士官学校って今我々知らないけど優秀な人が行ったんですね。士官学校に合格すると地方の新聞に名前が載った。
今東大に合格したって名前が載るかどうか知らないけど、そんな風なもん。だから非常に優秀な人が行ってるわけですよ。だからそのあたりがまず非常に感動しましたね。で行ってみたら、まあ、満州の荒野で昨日今日できた大学だから、聞いてた話と違うっていうのが結構あるわけですよ。で環境も非常に厳しい、食べ物も違う。で何よりも建国の理念が五族共和とか言っていながら教育の内容が違うとか言って、ひたむきな若者たちだから、それで幻滅して帰ってくるのも随分いた。北帰行という歌があるんですけども、小林明の歌、あれは、建国大学に夢破れて帰る人が作った歌だそうです。これは後で聞いたんですけど、ああそうなのかって、北へ帰るって言ってるんですけどね、でも実際は南に帰る、夢破れて南に帰るという、そういう内容だそうです。でそういう話とかも聞いて、ますます、あこれはいいな、このまんま学園物語にしようかなと思ったんですよ。それ何かで書いてるんですけども、学園物語でいけそうだなと思ったんだけれども、いやいろいろ書きたい、で欲張って、たった2年の出来事なのにそこに、抗日連軍というゲリラの話とか、あと野毛藩で終わるんですけども、いろいろぶち込んじゃったもんだから、書いてる本人が俺は何を書いてるんだかわからんという、だからあんまりよく話題にはしてもらうんですけれども、自分的にはちょっと恥ずかしいなというところがある作品です。虹の灯月読んでて、そのもうルンボルト、主人公ルンボルトがですね、もうさまざまな局面で、まあ、その何ていうか翻弄されるって言いますかね、もういろんな、いろんなところでその現実の中でいろんなものにぶち当たって挫折をしたり、もう一回立ち上がったりっていうことを繰り返すんですけど、これ一体 何年ぐらいの話なのかなと思ったのが、その年表を作った最初のきっかけなんですよ。これ一体先生は何年間ぐらいのことをこの一冊の本にされたのかなと思って年表を作ってみたら、たった2年間だったんですね。2年間にこれだけのことをやるその学生がいるっていうのはですね、後から考えてみるとものすごく面白かったっていうか、まあ、そこに凝縮されているから、凝縮されているから、僕はまあそれがわけわからんって言われる方もおられるかもわからんけど、その凝縮されているから、僕やっぱりそのなんていうか、そこでもそこの人の中、ウンボルトの、その短い人生っていうか、その全て の, その, 政治の問題とか、その民族の問題とか、あるいはまあ女性との関係とか、まあ、そういったものがもうそこに凝縮されてて、僕はそれがかえって いいなというふうに僕は思ったんですけどね。さっきこのまま学園物語にしようかなと思ったっていうのは、言っているように建国大学同窓生の方に、坂東さんっていうんですけど、同窓会の会長さん、僕が最初に押しかけた。でその坂東さんはじめ非常に親切にしていただいて、もう皆さんお亡くなりになってるんですけども、今の僕ぐらいの年齢、今の僕ぐらいだけども、当時の70後半という人たちは漫画をご存じないんです。野良黒と冒険団基地がしか知らない。だから漫画家が来た、なんだ漫画に描きたい、なんだとか言って、その割には非常に優しくしていただいて、でそれで図に乗って学園物語もいいななんて思ったんだけど、ただその時代をその青年の目線から体感させたいなというのが当初の狙いだったもんですから、学園もいいけどいろいろやらせたい、抗日ゲリラもいて、あれ軍官学校があって、そこには満州国の軍隊の指導官になるんですけども、で野毛藩、これもなんか立ち合わせたいな、非常に欲張って、それでさっきも言ったようにてんこ盛りにしたら訳が分かんなくなっちゃったという、そういう実を言うと、もう終戦まで行ったらどうなるかななんていうこともちょっと考えたんですかね。国境内戦まで行こうかしらなんて、これはもうあまりにも大変なことになるんでやめたという、野毛藩でやめたんです。
ですね、まあ、このまま話したらその虹の塔付きで全部終わってしまいそうです。いやもう一つ聞きたいのはですね、他の作品にも結局通じるんですけど、先生対談の中でも言っておられるのはですね、中間校を大事にしないといけないっていうことを言っておられるんですよ。中間校っていうのは要するに大きな世界があるじゃないですか。で大きな世界先生に関われるのはすごく上手に関われる、その古代でも統一国家を作るっていうような大きな世界を関わる。ただそこに小さいものがいて、そう結局その中間でその翻弄されるわけですね。その中間でその中間の中でもうボロボロになるわけですね。でそこがやっぱりその、先生のその作品の一番の基本というか、中間でもだえる主人公というのが先生の作品の中での、まあ、一番の核心部分ではないかなと思うんですけど、まあ、ガンダムのアムロなんかもですね、いろいろガンダムっていう大きなものの中で自分はその15歳の少年がですね、もだえるわけですよね。だからそういう中間でもだえるその人物像っていうのが先生の作品の一番典型だと思うんですけども、この辺はそのやっぱり意識して先生お書きになっているでしょうか。よく人に言われるんですけど、お前さんが書くものの主人公は大体流されるタイプが多いね、状況に流されてでなんかよく分かんない、だから売れないんだって一言余計だと思うんだけど、でも言われるとそうだなと思うんですよ。であんまり世界の中心に行って世の中変えるっていうキングダムみたいなね、そういうの書けないんです。だからそういうの書けたら売れるのかななんて思ったりもするんですけれども、そうするとちょっと自分本位な話になりすぎるんじゃないか。さっきも言ったその時代に立ち会ったらどんな気がするんだろうと、どんなふうに考えてどう行動するんだろうと、あんたならどうですかみたいな、そういう自分だったらどうかな もちろん含まれるんですけども、そういう問題の立て方するもんですから、どうしても主人公が小さい存在になるんで、ね、で最近あちこちで言ってばかりいるんで言い過ぎな感じもするんだけど、小さきものっていうのが非常にフレーズとして気に入ってて、まあ、自分もちっこいもんですから、その小さいものの視点でドラマを作るっていうのはやはり知らず知らず自分の完全なパターンになってるのかなっていう気がしますね。はい、ありがとうございます。じゃあ次のですね、王道の犬ですね、これちょっと紹介お願いします。はい、王道の犬は、1884年の秩父事件から日清戦争後の1900年までを扱った作品です。主人公は加納修介、そして加納と対照的な存在である風間一太郎の生き様が描かれます。物語はこの2人が、北海道での、懲役労働から脱走してアイヌの人々に助けられるところから始まります。でこの後2人は、別々に行動するんですけれども、まず王道を行く者として描かれる加納は、武術家の武田宗閣に入門して武術を身につけたことから、朝鮮の政治家金玉金の護衛を務めることになります。その後勝海舟と出会って、その配下として朝鮮で暗躍することになります。で一方、波動を行く者として描かれる風間は、恋仲となったアイヌの娘滝を置いて北海道を脱出するんですが、この時お尋ね者の身分を隠すため他人になりすまします。やがて陸奥宗光と出会って仕えることになります。でこの2人が再会したのは、加納が陸奥宗光の暗殺を企てた時で、風間は陸奥をかばって加納に刺されて息絶えます。このスライドに挙げているシーンですね。で、加納はその後、中国に渡り孫文の革命運動に身を投じるところで、物語が終幕となるという、まあ、これも非常にスケールの大きな物語です。ではお願いします。はい、まあ、これはその自由民権運動、それから日清戦争、そういった時代なんですけれども、まあ、この時代にですね先生が注目された理由をちょっとお話しいただけたらと思いますけど、虹のトロスキーを書いて、この一連のものとしては2作目なんですけれども、いろいろ書いた中で王道の犬というのは
文化庁の賞なんかもいただいたりして、自分でもさっき言った虹のトロツキーの分かりにくさなんかに比べると分かりやすいなと思ってて、あと漫画家っていうのは基本絵描きですから、絵もいろいろ変わったり上手くなったりまずくなったりするんですけども、割と自分が見てもこの頃の絵は悪くねえななんて思うんです。だから大体自分の絵のスタイルが漫画家としてのスタイルが出来上がったっていう気がしてるもんですから、展示会の方にも原画がかなり展示されてますけれども、割と気に入ってます。それと何よりもそのメジャー誌だったんですよ。これ僕はさっき言った虹のトロツキーは武将出版でお世話になったんですが、メジャー誌を知らない、メジャー誌というのは業界では音羽と一橋という二大派閥があって、小学館の人に集英社、これは一橋、講談社系が音羽、大体漫画家っていうのはどっちかからデビューしてどっちかに依拠して書いてる。僕は両方知らない、音羽も一橋も知らないで、漫画家やってるのは俺ぐらいのもんだ、変な自慢、他に自慢できることはないんで。だからそれが50歳の時に音羽から電話が来たんです。あ、俺はメジャーデビューだって喜んで、でこれがミスターマガジンというよりによって廃刊になるんですけども、メジャー誌の中で一番マイナーなところが来やがったっていう。ただ王道の犬がちょうど週刊になって、お前そろそろやめろと言われた頃に、雑誌の方が終わっちゃった、ざまみろっていう、そういうあれもあるんですけども、メジャー誌と初めて付き合ったのが王道の犬で、担当が副編集長で、その副編集長がさっき言われたようなお前さんの漫画は分かりにくくて売れないっていうことを言うわけですよ。で、なんだっていうふうなことで言うと、とにかく分かりにくい、正義と悪玉がとにかくどっちがいいんだか悪いんだか分からない、はっきりしろと言って、はっきりさせたんです。で、王道を行く主人公、その反対は波動なんですけど、波動を行く敵役で、そうすると分かりやすい。いや、それ聞いた時なるほどと思いました。やっぱメジャーの編集者は言うことが違う。それで言う通りやって、王道の犬とタイトルで、王道楽土というのはさっき言った満州建国の時の標語の一つで、五族共和と、もう一つが王道楽土で、石原莞爾も王道を歩める、王道を学べという。で、その反対は今さっき言った波動ですから、その波動を、行くものを覇権を握るもの、覇権争いなんてよく言いますけど、それはとにかく勝ったもんが全て総取りするっていう、今でも覇権を求めないとかね、求めるとかいろいろ言ってますけども、その反対が王道です、君子の道で、君子の道を主人公は行こうとするんだけれども、囚人上がりで、身元も明かせない、だから裏道を行く、俺は犬になるっていう、それが王道人類というタイトル。最後まで表の日向の道へ出ないで死ぬんですけれども、で、まあ、同じ身の上のライバルを殺しちゃうという、その展開も含めて割と気に入ってるんです。これは文庫本ではまだ紙でも入手できるんじゃないかと思いますので、興味のある方は、買ってお読みくださいとしていますそんなこと、よろしいですか。はい、ただ先生、この王道と波動に分けて講談社の編集者の方がですね、その分かりやすいから、その方が売れるからということでですね、それに書かれたとおっしゃられましたけども、実際僕その この加納っていうその主人公と風間というその敵役、その波動が風間なんですね。で、それを見てて、その最後のところで風間を殺した時に俺は俺の半身を殺したっていうじゃないですか。だから本当に分けてるんだったら、うん、半身じゃないんだけど、うん、加納は風間の半身でもあった、うん、わけですよね、うん、それは先生らしいといえば先生らしいんだけど、うん、2つに分けてないっていうことじゃないかと思うんですけど、うん、この辺は どうなんですか。うん、2つに分けるっていうのは方便だと思って、そんなに
うまくいくもんじゃねえよっていうのが本音なんですね。ですから非常に意図的に分けて書いてるんだけれども、自分の中ではそんなに瞬別してない、分けられないと思って、で滝さんという北海道で知り合うアイヌのさっき紹介いただいた、滝さんという魅力的な女性がいるんですけども、この人はよく北海道であるパターンなんですけど、クリスチャンになって教師になる。でこの魅力的な女性が主人公じゃなくて、その風間という波動を行くやつに惚れるんです。でそういう世の中ってそういうもんだよって気がするんですね。なんであんなやつに持ってかれちゃったんだろうって。でもちょい悪が好きだとかあるじゃないですか。ちょっと悪い男って魅力的だわみたいな、非常に憎らしいんだけど、それはやっぱりそれ言われるだけのものがあるんじゃないかなと思うね。それと風間も単なる悪じゃない、途中で、足尾銅山のシーンが出てきたりするんですが、その時に足尾銅山で散々悪い役回りを風間は演じるんですけれども、ただその後いろいろ彼なりに多分成長があったんだろう。で成長してきた今あったら割と意気投合するかもしれないやつを生きがかりで殺しちゃうんでね。そういうふうな人生ってそういうもんじゃねえかなっていうふうな、割と自分をこう納得させているところが、だから、非常に後味が悪い、まあ、そこが屈折してる、やっぱり屈折する、どうしてもまあ、そのあたりがですね、非常に面白いところだと思いますけど、じゃあ次天の欠落に行きます。はい、天の血脈は、日露戦争前後、1903年から、1907年までの時代を扱った漫画ですが、主人公が、歴史研究を志す学生であり、かつ、古代を原始する能力を持つという設定で、明治時代と古代が、交錯する物語となっています。主人公の安住亮は、日清戦争後に日本による統治が始まった朝鮮、そして、中国に渡って古代史の、調査を行ううちに古代史研究を政治利用する一派の思惑に巻き込まれます。一方で安住は祖先であるイサナという古代の青年と夢の中で出会い、神宮皇后周辺の出来事を原始します。そしてイサナの導きによって七支刀、この、イラストの真ん中にある角が出ている方なんですね、七支刀を発見しますが、日本に持ち帰ろうとする途上戦闘に巻き込まれて、冬の川に沈んでしまいます。そして物語のラストは連載当時の現代2016年に飛びまして、安住が失踪した時の姿のまま中国で発見されるという、まあ、時空を超えたストーリーとなっています。ではお願いします。はい、まあ、この作品はそういう、1910年の韓国併合に至るその近代の日本がですね、ちょっと、まあ、岐路に立った時代 の、 その安住さんというヘタレのですね、ヘタレの学生を主人公にした漫画なんですけども、この時代を選ばれた先生がですね、選ばれた理由と、それから先生の対談の中でもですね、その韓国併合というのは非常に近代の日本にとって大きな問題であったというようなことをちょっとお書きになったりもしてますけれども、そのあたりについてちょっとお話しいただけませんでしょうか。はい、松本圭一さんという思想家の方がおられて、これは王道年齢の時に僕の方から、ラブコールをして解説をしていただいた先生なんですが、年は一つか二つしか違わない。ただ大学院生の時にも期待議論を書いて本を出して、それから批評活動というか評論をお書きになって、だから僕は10年ぐらい先輩なんじゃないかと思ってたら、年聞いたら1学年ぐらいしか違わない、とんでもない方なんですけども、その方が10年前にも亡くなりになって、何度か対談をしていただいたりしたんですが、その時に日本はどこで間違えたんでしょうっていう、よくあるそういう問題の立て方をして、どうお考えですかって聞いたら、松本さんが大化21か条だろうと言ったんですね。
大使に1回21箇所あれからおかしくなったっていう僕は思想的にはもう松本さんから見ればガキみたいなもんなんですけど違うんじゃねえかと思ってそれより前じゃねえかっていうそこで議論はしなかったんですけどじゃあどこだっていうふうに聞かれると朝鮮併合じゃないかって僕は思うんですね。で幕末以来いろんな問題に直面してその都度道を選んできたんだけれども日清戦争が正義の戦争日露戦争はどうのこうの戦争反対君死にたもうことなかれであれはどうのこうのいろいろあるんですけれども日清日露という戦争でいうとそれは前の大殿犬は日清戦争の頃書いてますから日清戦争の方がどうも汚いよっていうのが調べた感じであるんで、ね、いわば喧嘩を売ってるわけですよ。で中国に勝てるなっていうことを見切ってじゃあやろうっていう戦争をやるある意味そこで陸奥宗光が出てきてこれが大型機になってるんですけどなかなかしわいことをやっているでそれで両島半島を取っちゃうんですけどもそれがけしからんと言って四角国にイチャモンつけられて餓死に昇誕ってご存知の展開になるんですそれを餓死に昇誕まで行っちゃうともう日露戦争はやめられないだから日露戦争は間違ってて日清戦争まではいいっていうのが割と反戦教育なんかでも王道なんですけどもどうもそれは違うとじゃあどの辺が分かれ目かっていうと日韓併合じゃねえかっていうのが僕の未だに思ってるやり直すんならあそこだよみたいなことでね思ってるんですそれで日韓併合のあたりを書いてみようとそうすると日韓関係って日本と朝鮮という関係が出てくるわけでその時に非常にここで話題にするとヤブヘビで若槻先生から突っ込まれそうなんですけれどもまさに和国軍事校の中でも触れられてるんですけど朝鮮に出兵するって古代のね朝鮮に出兵するということはいかなることが、白村江昔は白槻の絵とか習ったんですかねいろいろそのこともお書きになってます難しいですでその時代ではなくて日韓併合っていうのは現代になるんですあえてその漫画ならではのタイムスリップっていうふうな手法を使って、韓国朝鮮出兵と、朝鮮併合というのを結びつけちゃおうとでこれは白槻の絵じゃなくてもっと前の三冠征伐と言われている、ほとんど神話上の物語なんですけどもそれと結びつけて朝鮮併合っていうことを考えようと、割と大それたことをやったんです、あまり成功はしてないと思うんですけれどもそういう意味では割と僕の中でも気に入っている方の作品です一番気に入っているのはさっき紹介していただいた、トマンコウという、満州と朝鮮の間の北朝鮮の間を流れる川があってそこの氷が割れて主人公が沈んで、浦島太郎になっちゃうんですけどスノーマンというかねで見つかって変なの見つかったよって なんかわけのわかんないこと言ってるよ東大病院で、ね、そしてこの主人公が過去に撃たれて古い弾が入ってるレントゲン見るとここに弾があるこれやばいから取っちゃおうって取ったら戻っちゃった浦島太郎が玉手箱を開けると同じで、それで急速に年を取って白髪頭になってあこれをこの人はもう死ぬんだとそれがラストシーンでそのラストシーンが僕はものすごく気に入っててだいたいラストシーンは行き当たりばったりなんです考えてないんでノーハンもあノーハンだここで死なそうと思って死なせたりするんだけど珍しいことにこの王道の、天の血脈のラストシーンは最初から決めてたんです。それで担当編集に最後どうするのって聞かれて、いや浦島を取るのって死ぬんだよって言って、その通りやって、俺はやったと思ったんだけど、読者にものすごく受けなかったんです。あれは打ち切りに違いないって言うんで、ああまた切られやがったということ、分かってねえなと思って非常に僕は憤ったんですけれども、最高の終わり方ではあると思います。これももしかしたらまだ文庫本で読めるかもしれないので
お読みになってください。いい終わり方だと思うんですけども、いや僕もあの終わり方好きですよ。ああ、そうですか。まあ、それに、あそこで子供が出てくるじゃないですか。あれが感動的ですよね、じゃないですか。いや先生の作品の中でやっぱ主人公死んじゃうのが多いですよね、で悲劇で終わるっていうか、悲痛な感じがして、でただその暗くなって終わるのかっていうと、やっぱ子供が出てくるじゃないですか、その虹色のトロツキーでもそうだし、子供が出てくるし、この、天の血脈でも子供が出てくるし、からまあ次にやりますけど、乾と辰巳でもですね、乾君の子供が最後出てくるじゃないですか。だから僕はやっぱそこでなんか子供が出てくるっていう、最後に子供を出すっていうのが先生の作品で、まあ繰り返しそういうふうに出てくるから、それからまあ古代史本作でも結構子供が生まれるっていうシーンって多いと思うんですよね。で次々といろんな子供が生まれてくるっていうのが、だからその辺りはなんか先生 の、 まあ未来っていうか、こうその子供に未来をみたいな、なんかそういう気持ちが、まあ無意識的なものかもわからないけど、なんかあるのかなと思ったんですけどね。その辺はどうなんですか。ちょっと補足すると、今の子供っていうのは彼女のことですよね。安住亮というのは主人公なんですけど、これは明治の人で、で一時一校生なんですよ。本郷の一校の学生で、で彼女が二人とも諏訪の出身なんですが、彼女は明治女学校の学生なんです。でこの明治女学校というのは今でいう巣鴨にあるんです。あれは、何街道ですか。本郷から巣鴨行くのは何だ、中山道一直線なんですね。で その中山道の、沿線、当時は寂しいところだったでしょうけども、移転して中山道に、で中山道の一直線に結びついたのが本郷を出てきて農学部の前に出る、農学部ってのは昔の一校ですから、そこで恋愛関係になって振られて女学校の寮まで走ったりするんです。すごい好きなんですよそこはね。それでそれが主人公が浦島太郎で死ぬ時に、そのひ孫になるんですかの娘さんが、主人公に会うんです。矢がすりを着てるんです。卒業は今でも矢がすり着るじゃないですか。だってひいばあさんとそっくりなわけです。そうするとタイムスリップして浦島太郎は一瞬過去の彼女と会うわけですよ。同じ矢がすりを着た、昔は女学校の生徒が着て、今は卒業式しか着ない、そういうシーンがあって、でも弾を抜かれて死ぬんですけれども、そこはすごく、これ最終回にあるんですけれども、まあ、宣伝ばっかりしてるみたいですけど、すげえ大好きでやったと思って、それは矢がすりいいですよね。だからもう昔をとどめてるのは矢がすりスタイルぐらいだなと思って、なんか何を聞かれたか分からなくなっちゃってますけど、いや子供が出てくるのがいいなと思って僕は思ってるのが、はい、あれだったんですけどね。それじゃあ次行きましょうか。次、はい、はい、あ、いい、ええ、まあ、そういうことで、はい、はい、では、今年夏に、完結したばかりの、最新作イヌイと辰巳ザバイカル戦記です。物語は日本軍がシベリアに出兵した1918年から撤退する1922年までを扱い、シベリア出兵及びロシア革命をテーマとする作品です。この作品はタイトルの通り、軍人の乾杜司と新聞記者の辰巳夏男の2人が主人公です。乾は北海道遠軽、安彦先生の故郷ですね、の農家の出身です。
陸軍歩兵部隊としてシベリアでに渡りますが、日本軍が支援していたザバイカル軍事政府に派遣されたことから、さまざまな任務を帯びてロシア各地を転戦、革命派と戦うことになります。一方の辰巳は早稲田でロシア語を学んだインテリ、新聞記者としてロシアで取材中、戦闘に巻き込まれたところを乾に助けられます。その後ロシア内戦の取材をする中でレーニンにもインタビューする機会を得ます。乾と辰巳はさまざまな場面で遭遇し、時に反発しますが、最後は互いを認め合い、辰巳はロシアを脱した乾の妻子と勲章を乾の故郷エンガルに送り届けることになります。はい、ではここから若月さんお願いします。はい、この乾の終わり方もですね、先生の作品らしい終わり方だなと思って、僕は好きなんですけど、この作品でその乾と辰巳っていう2人の主人公がいますけれども、乾っていう、基本的にインテリが主人公が多かったと思うんですね、これまでですね。ただ乾の場合はそのインテリではなくって、先生の出身地にも近い北海道の農家の出身の、青年を主人公にしておられるわけですけれども、そのあたりのキャラクターの設定って言いますか、それには何かお考えがあってそうされたんですか？多分に年も関係するんじゃないかなと思うんだけど、もっぱら人生親に背を向けて生きてきたんだけれども、ちょっと親のことが気になって先祖のことも気になってっていうのが最近あって、で大正時代の話ですからちょっと違うけども、おおむね僕の父親の世代なんですね。で主人公の親父が出てくる、飲んだくれでしょうもない親父が出てくるんですけど、これは、実際飲んだくれだったと聞いている僕のじいさんがモデルなんです。じゃあ主人公は親父がモデルかというとそれは全然違うんですけども、微妙に僕の生まれ故郷と近いところに、主人公の家を持ってきてる。でこれはシベリア出兵ですから大正時代の話で、本来 の現代シリーズでは予定になかったんですけれども、たまたま、この時期僕はガンダムジオリジンという OVA を作っていて、それがいろいろ二転三転して結局続行しないということになって、これは不穏な話だからあんまりしていけないんですけれども、それで続行しないんだったら、俺は時間ができたなっていうんで、じゃあ書いてなかった大正時代の話ネタはあるんだっていうんで書いたのが乾の辰巳です。で書きたかったのはシベリア出兵という、これも評判が悪い事件なんですけれども、満州事件と同じで非常に評判悪いんですけれども、ちょっと簡単に語られすぎじゃないかっていうのがなんとなくあったんですね。で余計なことをして何の売るところもなかったっていうんで非常に冷たく今もあしらわれてるんですけども、ちょっと調べるとあそこに出兵しないという選択肢は最初からなかったんですね、戦勝国として。でロシア革命でいろいろ、ロシア革命っていうのもなかなか一筋縄ではいかない難題なんですけども、やらざるを得ないっていうんで出て行って、でたまたまシベリアは隣国ですから、他の欧米アメリカも引いちゃった、イギリスも引いた、フランスも引いた、でも隣国ですからなかなか引くに引けない、で最後まで残っちゃった、残ったんでまた評判が悪くなって、意地汚い国だということで随分言われるんですけども、これは満州事変と非常に似てると思うんですけども、どうもそんなに単純じゃないという、それと非常にあったのは現代の一つの課題として、マルクス主義は終わっちゃったということがあるんですね。これは言っちゃっていいと思うんですけれども、一つの大きな価値観としてマルクス主義という思想があった。でそれにのっとった国家体制があって世界を二分する勢力に一時なった。それが昭和が終わったあの年に、終わっちゃった。ソ連もなくなっちゃった。で今のウクライナの問題とかいろいろあるんですけれども、これは歴史的な事実だ、それに対して思想的に対応できるものを我々は持ってるだろうかって言って意外と持ってない。でこのマルクス主義がまだ
生きていた時代、マルクス主義が思想界を二分していた時代っていうことを、あえて言葉を使っちゃうと、総括できているのかっていうとできていないと思うんですね。でそれはシベリア出兵の問題にも関わる。であとは僕 の, まあ、おじいさんは戦争に行ってないんですけど、そこはトンデン兵の名残があって、トンデン兵はその後第七師団に編入されるんで、いろいろ有名な第七師団で、七師団はシベリア出兵に関係してるんです。シベリア出兵の最初の時にたまたま七師団が満州にいたんですね。それで派遣されたのは小倉の師団なんだけど、あらかじめ七師団がいたんで、シベリア出兵の最初の時にこの七師団が大活躍する。でイルクーツクの手前まで取っちゃうんですけれども、この七師団の兵隊さんが実際に満蒙で、軍事指導をしたりしたというのは史実としてあるんです。ですから、日本人が、まあ、白軍側で反ボルシェビズムの立場で、あの辺りで活躍するという、活躍というのかな、暗躍するというのは半分史実なんです、ね、ただ獅子団の兵士が正規にロシア軍 の, 兵あの制服を着て白軍の一員として戦うというのは完全にフィクションなんです。ただそういう話もあっていいんじゃないかな。でここは満州とさっきちょっとリンクするんですけれども、満州に非常に膨大な亡命者が流れてくるんです。その亡命者が主役になって作った町がハルビンで、でハルビンにハルビン学園もあって、さっきの建国大学に白系ロシア人も入ってる。だからそれこれまで歴史の真実、歴史の正義の側はマルクス主義の側にあるんだ。ボルシビズムいろいろ議論がありますけども、まあ、レーニン主義ですけども、それについてはいろんな議論があるにして、マルクス主義っていうのはやはり正義の側にあるでしょうというのが結構残ってるんでね。ただこれはいい加減決着つけなきゃいけないと僕は思ってます。でそれについて非常に大きなテーマになるんですけども、それまで関わった形でシベリア出兵っていうのを見直した話っていうのはあるだろうかって、あんまりないような気がするんで、だから非常に出過ぎた形ですけれども、漫画でやってみようかなっていう気がする。だから非常に気の毒な、まあ、あれはロシア内戦、シビルウォーというふうに言ってもいいと思うんですけども、非常に気の毒な内戦なんですよ。それはまあ、さっき紹介していただいたように、レーニンにインタビューするシーンも無理やり作ったんですけども、割とうまくいってると思うんですけれども、それも子供がいるんですが、ちょっとお読みいただいたら、これはかなり入手可能です。この間終わったばかりですから、講談社の本もあるんではないかな、ないのかな、なんか、まだ文庫には入っておりません。でレーニンもちょっぴり出てきます。でそのレーニンというのはやっぱりすごい人だなと思うんだけども、やり方がうまいわけですよ。でロシアにとって革命は必要だった。これはいろんな人が言う、実際そう、あの国はもうめちゃくちゃだったんですけど、革命は必要だったんだけども、レーニン型の革命が必要だったかっていうとそうじゃない。レーニン派、まあ、ボルシェビキというのは革命派の中では少数派だったんですね。で多数派は何かっていうと SL と呼ばれる人たちで、これは左から右まで多し多彩で、この人たちが圧倒的に主流派だったんだけども、まとまりがない、まとまりがないんで、レーニンを筆頭にして非常にまとまりが良かったボルシェビキに駆逐されるわけです。粛清されるわけです。で、同じように国民も多数派ではなかった革命派が一色支配に、でその後にスターリニズムが来るわけです。だからこの辺の悲劇っていうのはまだ十分解析されてないな。何がいけないんだ、いやレーニンまではいいけどスターリンがどうも悪いやつでとか、どうもそういうことで処理されてるんじゃないか。だからこの辺りに対する問題意識という意味では、
かけてよかったなと思っております。いや、先生の漫画を理解するためにはものすごい大変だっていうのを皆さん聞いてて分かりますでしょロシア革命とは何かみたいなことを考えないとなかなか理解できないんですよ。ただ僕、その先生が今ロシアマルクス主義の問題点がこうだだからそれを問題にしたいんだ、 今だったらそれができる、そのソ連が潰れたからそれができるって言われたのはまあそれでいいんですけど、ただ乾君はなぜ戦ったのかに対してまあ、ナージャっていう、僕好きな結構シーンなんですけどね、ナージャっていうロシアの白軍で戦ってる ロシアの女の子いますよね。乾君と一時期いい関係になりますけれども、その乾君に対してそのナージャが あなたは何で戦ってるのっていう問う場面があるんですね。で乾はそれに対して答えれないんですね。自分がなぜ戦っているのかっていうのを答えれないわけですね。だからそれは結構僕はガンダムの中に入って戦っていたアムロ君が彼はなぜガンダムの中に入って戦っていたのかっていうのがなかなか答えれなかったのと非常にオーバーラップして見えてですね、戦う意味、それにその疑問を感じつつ、ただまあいろんな状況の中で戦う、その辺の書き方がですね、描き方がそのロシアマルクス主義に問題がある、だからそれを明らかにしていくっていう先生のその意図と、もう一方ではですね、実際そこでじゃあ戦う人にとって戦う意味とは何だったのかっていうところがですね、ちょっとやっぱり二面性があって、まあ、その辺もすごく面白いところだと思いました。その辺は何か、はい、なんで戦っているのかっていうのは分からないわけですよ。なんでか、あえて言うと仲間がいるからっていう、それまでのいきさつがあるんですね。今さら一抜けたって言えないじゃないですかっていう。で、まあ、機動戦士ガンダムというのはいまだに僕は非常に好きな仕事なんですけども、まあ、ファーストガンダム限定だよっていつも言ってるんですけど、中でも13話っていうのをよく話題にするんですけれども、お母さんと再会する話があって、でお母さんが目の前で息子が人を撃っちゃう、で、そんな粗暴な子になっちゃって、でお母さんと別れる時に、結局お母さんの方には残らないで仲間の後ろにいる仲間で、仲間がいるんだって言ってそっち行っちゃうんだね。でその仲間がいるっていうのは、その仲間がどういう仲間で何をしているのか、志が同じなのか何なのか全然分かんないけど、行きがかり上ここで抜けられないでしょっていう、そういう非常に情けの部分があって、それは情けなんだから間違ってるのかもしれないけれども、結局情けっていうのが一番大事になる時ってあるんだよなっていう感じがするんですね。でさっき言ったまあ、レーニン主義というかボルシェビズムっていうのは情けを徹底してできる強さを持ってるんです。情緒というのはプチブル的なんですよ。これはいろんなところで出てくる、まあ、プチブル的ってのは一時万能の攻撃あれだったんだけど、情にほだされるっていうのは許されないんだよね。だからそれがどうも僕は馴染めないというか認められないという、結局情が全てなんじゃないかっていう気がするぐらい、それをどれだけ自分の思想性とか志が制御できるかっていう、結局いろんなケースそれに尽きるんじゃないかと思う。はい、ありがとうございます。今の話はあまり対談に入ってない話なので非常に面白い、面白いなと思いました。じゃあ古代の方にですね移りたいと思いますので、川西さんお願いします。はい、それでは、古代を描いた4作品について、駆け足で説明させていただきます。まず、ね、古事記、まあ、古代史シリーズの最初なんですけれども、ナムジ、大国主というサブタイトルがついてます通り、大国主の命がモデルです。で、この、まあ、ナムジがですね、スサノオに認められて、スサノオの娘スセリの婿になり、
まあ、仲間の協力を得ながらだんだんもっとして成長していくんですけれども、邪馬台国の、大和国ですね、作中で大和国の女王卑弥呼に捕らえられて、まあ、急に挫折をしてしまいます。で最後に、まあ、卑弥呼の娘タギリと結ばれて、まあ、希望に満ちたエンディング。でここでもあの子供が誕生するんですけれども、でその続編でですね、この2人の子供のツノミが、主人公となるジンムという、作品があります。でこれはですね、冒頭で、ナムジが卑弥呼の軍勢に襲われて敗れる、出雲神話の国譲りがベースとなったエピソードがありまして、その後その息子ツノミがですね、マキムク、奈良の、マキムクに身を寄せ、そして、大和国の、卑弥呼の孫岩礼彦、これが後の神武天皇なんですけども、この人に仕えることとなります。で、この作品のテーマが、まあ、神話ではあの神武統制と言われる、エピソードなんですけども、これをですね、あの神武天皇が、マキムクへ婿入りしたと解釈されたのが、まあ、安彦先生のこの、オリジナリティといいますか、あのこの作品の、面白いところ、になります。そして、この2作から、時代は飛びますが、古事記の牧野さんとされているのが、のみの王という作品。これは比較的短い作品なんですけれども、相撲の、祖とされていますのみの宿根と、田木間の気早とが対決するという、話から始まりまして、まあ、いろいろこうその気早の維持、伊佐知と、宿根の戦いが書かれたりとかですね。あとここに、その埴輪を用いることで、当時の、殉死の慣習を取りやめたっていう前伝承にも、取材をされています。そして、古代史の、もう一つの作品が大和猛。これは皆さんご存知と思いますけれども、日本書紀などの記述をもとに、大和猛の生涯を描いた作品になります。でおなじみのエピソードに加えて、まあ、あのオリジナルのエピソードも、入った、まああの悲劇の 王子と言われる大和猛の物語となっております。はい、では古代史編の方お願いします。はい、まあ、古代史編を読んでてちょっと、まあ、近代史編とちょっと違う、ちょっと違うのかなと思ったのはですね、あの近代史は今までちょっとお話ししていただいたように、小さいものが大きな状況の中で、揉まれてですね、でも強いんですよ。ヘタレの安住君もヘタレの辰巳君もですね、レーニンの単独取材をするなんていう、もうあのシーンも僕は大好きな、あの面白いシーンなんですけど、だけどこの古代史の分でいうと、そのナムジにしても岩礼彦にしてもですね、大きな存在なんですね。大きいけど弱いんですよ。だから小さくて強いんじゃなくて大きくて弱いのがこの、その古代史のその四部作の主人公の一つのキャラクターの特徴なのかな。大きいけど、大きいからガンガンやるっていうんじゃなくて、大きいけどやっぱり弱いんですね。そのまま挫折するとか、あのだから小さくて強いのと大きくて弱いのと、まあ、その辺がその近代史四部作と古代史四部作の中で、のちょっと違いなのかなっていう気がしたんですけどもね、その辺はどうなんでしょうか。あのそうだと思います。さすがに軽眼というか見透かされてるなという感じがするんですが、まあ、あの恐れ多い分野に入ってきたねあれなんですけども、やっぱり古代史というと、この人知ってるでしょみたいな有名なキャラクターを中心に据えるんで、全部そうなんですけれども、それをただ強くて、国をもう一気にどうこうしたというふうな話だと、それは俺が書くまでもないでしょうみたいなことで、どうしても自己流になるとやはりそのキャラクターの弱みというか影というか、そういったところを、前に出しちゃう。だからやっぱり所詮マイナーになっちゃうということなんですけれども、のみの王というのは非常に短い話で、ちょっと他の3つとは違うんですけれど、他の3つに共通していることは、本当に学者である若槻先生の前で言うのは非常に恥ずかしいんですけれども、
この人たちは、あるいはこの人のモデルは実在したかもよっていうのが、あの僕の、 あの統一スタンスなんですね。で、あの大国主もスサノオも実在したかもよ。で、神武天皇と呼ばれるあの神山と岩彦っていうのも実在したかもよ。で、大和たけるあたりになるともう完全にいたんじゃないのという、そういうのが僕のスタンス。だから学者さんには当然笑われると思うんだけど、逆に言うとあのいなかったっていう、そういう断定を下される学者さんがむしろちょっとまずいんじゃないの、おかしいんじゃないのっていうあの気が僕はするんですね。で、まるっきりないところからは伝承は生まれないよっていうのが基本なんです。何かあるから生まれるんでしょって。で、それはあの当然古くなればなるほどおぼろげになりますから、そこから長いグラデーションがかかってだんだん鮮明になって歴史になってくる。で、もうグラデーションの最終段階に大和たけるなんかいるわけで、僕は4世紀の中頃に実在したっていうふうに断定的に書いてるんですけども、で、その時代同い年にほぼ同じ世代に竹之内の宿根っていうのがいるんですね。これは大和たけるで敵役で出てくるんですけど、これもあの歴史上はいないというふうに言われてる。学者さんはみんないないよそんなの。で、この竹之内宿根の、子供に、桂木卒彦っていうのがいるんです。で、これはいたと、これは朝鮮の史書に出てくる。朝鮮で悪いことしたらしいんですね。で、それは実在した。だから世の中で実在、歴史とあれがおぼろげになっている中で初めて実在が証明された人物は桂木卒彦である。で、これは書いてあるんです。外国の文献に出てくると認められるんで、日本の文献だと認められない。だから空白の4世紀とか空白の5世紀って言われるのは外国の文献に日本の記述がないからなんですね。その前はもう岸和人伝になっちゃって、あ、卑弥呼が書いてある。じゃあ卑弥呼はいたんだ。卑弥呼から桂木卒彦まで誰もいない。それはおかしいじゃないですか。そういうのが僕のスタンスで、桂木卒彦がいたんならその親父の竹之内宿根がいたっていいじゃないっていう感じで、それと同世代だよ、大和たけるは友達だよ、じゃあいたんじゃねえの。そんな非常にいい加減なあれなんですけど、それはもうちょっとまともに相手にされていいんじゃないかなと思うんですよね。で、あの、竹之内宿根についてはね、あの7いねえよっていうのを典型的なのが五代の天皇に仕えた。で、慶光聖武、政務とか政務中愛、あとあの神宮皇后がいますから、それを入れて、あとは王神天皇、五代に仕えた。で、五代はみんな長生きしてるんです。100歳以上生きたりして、で150歳とかすごい長生きしてる。で、それを全部トータル足し算すると350歳ぐらいまで生きたことだ。それはありえないから竹之内宿根というのはいない。そういうことを学者さんがおっしゃる、おっしゃらないと思うんだけども、そういうことを言うんですよ。これはおかしいでしょ。だいたい100何歳まで生きたっていうのが嘘なんですよ。それを合算して、だからありえないとおかしいんだけども、学者さんって非常に緻密に交渉なさるんだけど、そういうところでものすごく抜けてるんですね。そのあたり若槻先生、客質問でどうですか。いや、その話をしますとですね、第2回歴史談義をやらないといけないと思いますので、神話って非常に難しい、取り扱いが非常に難しいんですよ。日本書紀、古事記っていう資料、まあ、それから不土記という、この3つの資料っていうのは、まあ、一番の日本の古代を物語る、語っているその文献なわけですけど、あとはその木簡とか金石文とかがありますけど、大概はその3つの資料で、語られているわけですけども、これが作られた時代がやっぱ後の時代なので、どこまでそれが本当のことを言っているかどうか、しかも作った人間がやっぱ権力者が作っているわけですよね。権力者が自分の権力を正当化するために作ったっていうのは、まあ普通はあるわけですよね。だからそれをどこまでその中身を解きほぐして真実とその中から探っていくかっていうのは、ちょっとやっぱいろんなその手順があるっていうか、いろんなことが必要になってくるので、なかなか簡単にその
言えないので、これ第2回第3回の歴史談義をしないとそれについては言えないんですが、ただ一つですね、あの本当に面白いその神話の中でも国譲り神話という神話があってですね、これも変な話なんですよ、うん、なんで譲らないといけないんですか、うん、取っちゃえばいいわけですよ、うん、だけどそれ多くの人に譲ったみたいな話になってるんですよ、だからこれなんか本当なんかすごく変な話なんですよね。だから先生がそれをですね、まあ、漫画の中にも書いておられて、あのナムジが邪馬台国の使者の申し出を受けて角彦を差し出して受水するシーンとして描いておられるんですね。まあ、この辺 の、 その国譲り神話、先生がそういった出雲を舞台とする国譲り神話というのを、まあ、どのように解釈されたのかなっていうのはですね、まあ、そのまあの漫画にそういうふうにお書きになってますけども、その辺はいかがですか、この変な神話だと思いますけど、うん、これ何度も後書きなんかに書いてるんですけども、あの国譲りを非常に必要に強いるで、最後は腕力で決着つけようってんで、笠佐浜ですか、あそこで武見の方と武見一地が相撲を取って、で武見の方は負けて諏訪に逃げるんですけども、それで弟は武見の方で、兄貴は今年の主でちょっと育児がないで受水して死んじゃうんですけど、そこまでして国譲りをさせておいて天下るのは日向の高千穂なんです。それは変でしょうと、こういうプロットを作ると NG です、この世界ではシナリオでも何でも NG だから、これをなんで NG にしないんだと。だからそういう欠陥があるっていうことは、もともと結びつけるのが無理な話を無理に結びつけたからそうなった、じゃあ結びつけなきゃいいじゃねえかっていう考えるんだけど、結びつけざるを得ない、だってみんな知ってるからその話をっていう、そうとしか思えないんでね。だからやっぱりその神話の中にもう今更消せないっていう人々の記憶があるんだって、国譲りに該当する何かの古い記憶もあったんだろう、高千穂の峰、それがどこかともかく南九州だとしても北九州だ、そういう何か渡来人がその辺に来たよとか、何か王朝があったよっていうふうな古い記憶もある、これも消せない、これをまとめて大和朝廷とか日本の王権に結びつけた時に、どうも消せないものがあるから、いかに権力を持ってしてもそこは無理やりつなげるしかない、だから NG も覚悟でつなげちゃう、だから本当の権力者が藤原人でも天武天皇でもいいんだけど、完璧なものを作ろうと思ったら作れますよ。それと日本書紀と古事記ってのはよく引き合い出されるんだけど、日本書紀はどうも権力者の色が強いから、古事記の方が素朴でいいと。でも日本書紀ってのは誠実な文献っていうのはあれ非常に文献がだから遺説を紹介してるんです。こういうアルフミに言われるアルフミっていっぱい出てる、だからこういう遺説もある、こういう言い伝えもある、こういうだから古事記というのは天武天皇が語り部のを連れて今こういう名詞が出てくるなんかなんだけど、で俺の前で語ってみろっていうんで、おそこは帰ろうとかなんか言ってほとんどマンツーマンで作ったと思うんですね。でそれでやってみたんだけど、これはまずいよっていうんで、文体もまずいしっていうんで学者をいっぱい集めて、それで扇の上で作ったのが日本書紀だと思うんですよね。だから日本書紀っていうのは全くどっちがいいの問題じゃなくて違うものだと、はい、で誠実だということで言ったら日本書紀の方が誠実、そういうふうに思うんですよね、はい、じゃあ縁も竹縄ですけども、ね、時間になりましてですね、またそのあたりの話はですね、また次回といいますか、この後飲みながらみたいな話で、じゃあまあ、ちょっと最後になりました、終わりにですね、まあ、先生この対談集のタイトルでもその戦争をですね取り上げてタイトルに書いてある、例えば安彦義和の戦争と平和とか、対談集にはアニメ漫画戦争っていうような対談集もあるんですけども、大塚英二さんとの何か喧嘩みたいな対談が張ってるやつですけどね、まあ、そうやってタイトルにその戦争っていう言葉を入れておられます。
で今実際その、まあ、ウクライナでもロシアでも戦争をしてて、あるいはパレスチナでもですね、まあ、悲惨な状況が、今起こっているということで、戦争は、まあ、現実にあるんですね。で、まあ、そういう状況、ただ一方で、やたらと戦争戦争っていうことで危機感を煽り立てるような、まあ、それがどういう目的でそういうことをやっているのかよくわからんと、よくわからんって分かってますけど、まあ、あまり言いませんけど、煽り立てるような報道もあるし、そういう政治家もいるような現実だな、非常に混沌としてるな、非常にやっぱ時代の分岐点なんだろうな、流動的だなっていうふうな感じはするんですけども、先生、その、まあ、最後にですね、戦争の語り方っていうか、戦争の語られ方というか、まあ、戦争について、どういうふうにお考えなのかっていうのを最後にちょっとお聞きできましたでしょうか。最近非常に違和感を覚えるのは、この間選挙もありましたけども、隣の県の鳥取の石破さんも総理大臣になられて、石破さんも言ってるんですけれども、戦後最悪の安保情勢とか言うんですね、だから日本は防衛力を強化しなきゃいけない、台湾有事と北朝鮮の脅威に備えなきゃいけない、これは立憲民主党も含めて大体皆さん同じこと言うんです。でそれはおかしいなと思うんですけども、戦後最悪の安保情勢ですか今っていう、それは違うと思いますよ。 今最悪じゃない、戦後っていうことは1945年からこっちのことですけども、1945年からこっちはまず朝鮮戦争がありましたよね。あそこで何人死んだかいまだに韓国の人、朝鮮の人もわからないです。そのぐらい死んでる、100万人とか言われるけど、そんなもんじゃない。戦争で死んだ人数の倍ぐらいは粛清で死んでるって意味、ね、あるいは飢えで死んでる、戦争ってそういうもんですから、だから統計がないそうですね。そういう悲劇が50年代にあった、国境内戦もあった、これも何人死んだかわからない。でちょっと離れてるベトナム戦争もあって、ベトナム戦争は一時核戦争なんじゃないかと言われて、で日本はそこにいろんな形で肩入れした。B52 は日本で修理してまた、ね、ベトナムに飛んでいった。そういう時代があったのが戦後で、そういう時代に比べて今最悪かって、全然最悪じゃない。だからそういう時に最悪の状況だから、日本も防衛力備えて何かあったらどうにかしなきゃ、台湾環境行かなきゃとかいろいろ言ってるのは、昔の人に比べれば全然誠実じゃない言い方ですよ。それに騙されるようじゃ昔の人を批判なんか絶対できない。だから満州事変にしても、朝鮮、さっき言ったこれが間違いって言った朝鮮併合にしても、あるいは日清日露ももちろんですけれども、さっき言ったシベリア出兵もそうです。あんなところに出兵なんかしてバカだなって言うんだけど、あれは出兵せざるを得なかったんだと思う。どう調べてもあそこで出兵しないという選択肢は日本にはなかった。日本戦勝国で漁夫の利を得てるわけですから、そこで私は出ないよ、関係ないよって言ったら列国から何と言われたかわからない、だから出た。でそういうことに対して批判なんかとてもできる口を持ち合わせない。だから今の状況を戦争、間近じゃないかっていう判断、あるいはそういうアジテーションっていうのは全く間違ってるし、政治家たちは嘘を言ってるとしか言えない。だからそういうところに騙されちゃいけない、その気になっちゃいけないっていうのは、多少とも歴史を知っていればできるわけですよ。だから歴史は大事だなというふうに、なんか偉そうなことを言ってますけども、ウクライナにしても池上先生がなんか解説して、僕は池上先生嫌いじゃないけど、その解説は納得できないんで、池上先生簡単に言うと、プーチンはヒトラーと同じだから止めなきゃって言ってるんですね。同じじゃないですよ、大体年が違うでしょだからプーチンはなんだかんだ言ってももう70過ぎてますから死にますよ、元気盛りヒトラーだからいろいろやって、だから同じじゃないんです。だからこの間小泉悠さんともお話しする機会があって、小泉悠さんにもいろいろ質問したんだけど、お立場があるみたいであんまりはっきり言わなかった。やっぱり基本的にウクライナ頑張れっていう気持ちはもちろんあるんだけども、プーチン嫌いだなっていうのももちろんあるんですけども、ウクライナ頑張れっていうことはウクライナでもっともっと人が死ねということですよ。それはダメですよ。だからウクライナが一歩引くしかないんですよね。だから
多分これからもウクライナに支援しようっていう、北朝鮮みたいにバカじゃないから兵隊を送らないで支援する、でもっと戦いのぜ戦いのぜ、でももうあそこまでやるって覚悟を決めてるのがプーチンだから、だからまあキーワードはクリミアだったと思うんですかね。クリミアをなんでフルシチョフは譲っちゃったんだっていうふうなことが怨念としてあるわけですから、クリミアも奪還するなんてゼレンスキー言ってる、そんなこと言ってる限りは永遠に終わらない、その間にウクライナ人は一体何人死ねばいいんですかっていう、そういうことですね。すいません、なんかですけど戦争で、はい、ありがとうございます。まあよくそういった状況を我々も目を開いて、その世界の状況をよく知って、その政治家のそういうこととかマスコミの言うこととかを、まあ、単に鵜呑みにするんじゃなくって、自分で自分の頭でいろんなことを考えないといけないっていうことだと思います。だから先生の漫画も きちんとやっぱ読んでですね、歴史に学ぶということも非常に大事かなというふうに思いますけども、で最後にですね、先生の、まあ、これからの構想といいますかね、まあ、次の作品の、今後の展開みたいなものについて簡単にお話しいただければと思います。はい、年末で喜寿というらしいですけど、77になり77になるやつがこれからなんて言ったらもう肩から痛いというかあれなんですけど、まだまあちょっと固有名詞が出てこなかったりいろいろしますけど、それほどボケちゃいないと思うし、まだ手先も動きますんで、そうするとあんまり早く仕事を辞めると余計進行するんで、まだ仕事は当面やろうと思います。で仕事は基本的に長いものを書かないと言いながら、本業は漫画家ですから短いものは書くよっていうことですから、短いものをいくつか書こうかな、まだ、はっきりは言えないんですけど、手をつけているものなんかもあります。あと、アニメはやめましたって言いながら、オリジンの OVA 作ったり、この間ククルスドアンなんていうのを作って、やってみると結構楽しいんですよちょっと調子づいて、お話があったらもうちょっとやろうかななんて気があって、そのお話があるんだかないんだか分かんない状態がちょっと実はあって、お話が本当にあって、自分が必要ならアニメも悪くねえななんていう、そういう大それた野望もちょっと持ってるんですけど、とにかく仕事をやって生きてきたので、できる限りは仕事しようと。でそれなりに自分が抱いているテーマ性というか課題みたいなものは、追っかけて、これをなぜ作ったか、なぜ書いたかっていうことは抑えていきたいなとは思っております。はい、ありがとうございました。ぜひ応援しておりますので、これからも頑張っていただければと思います。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、もっとお話を伺いたいところですけれども、時間となりましたので今日はこのあたりでお開きにいたします。安彦先生、若月さん、本日はありがとうございました。はい、では皆様どうぞ拍手でお送りください。